あ、いらっしゃいませ。歌舞伎俳優の中村壱太郎さん、祖父は人間国宝の坂田藤十郎さん、父が中村鴈治郎さんという上方歌舞伎の花形です。順序よくなくなってくれたらまだ考えられるんですけど、一気になくなっちゃったんで、もう最初は放心状態でしたけど、舞台に立つことさえできない日々で活路を見出したのが YouTube チャンネルでした。ちょうど緊急事態宣言下だったので、やはり衣装さんに衣装を着せてもらうということもやっぱり難しい時だったんで、歌舞伎は着付け一つをとっても数人がかりで行う大掛かりな芝居ですが、密を避けるために自分で脱ぎ着ができるオリジナルの衣装での歌舞伎に挑むことにしました。一方で、僕ら配信公演と呼んでるんですけど、劇場公演っていうのはその場に来ていただいて、その日のその時間で体験してもらえる特別感っていうのがあるわけですよね。それを配信の中でも出せないかっていうのが一つの狙いではあって、公演の日を指折り楽しみに待つという舞台ならではの特別感にこだわり、決まった日時に3000円でオンライン配信することにしました。アート歌舞伎と銘打ち、稽古も映像で撮ることを意識して行います。明治大学の時にどうしたか被ってしまって、どっちかに言ってたのか。移動自粛要請が解除され、久しぶりに大阪へ来た壱太郎さん、若手俳優の上村吉太郎さんと会い励ましていました。ちょうど今行ってて、全く先が見えない。あんまりそうなのよ、動き出そうにもなんか大阪で開かないとっていうのがあるから、だからまあなんとかね。公演ができないことで経済面など最も厳しい状況に置かれるのは吉太郎さんのような若手です。憧れてた役もさせていただけるっていうお話もあったんですけど、4月にそれもコロナの影響でなくなってしまった公演なので。上方芸の発祥の地生玉神社に2人揃ってコロナ退散と歌舞伎の繁栄を願いました。そしてオンライン歌舞伎の収録当日、あいにくの雨、密閉空間を避け屋外にある能舞台での撮影が始まりました。先に決まったヘアメイクや衣装に合わせて芝居を作るという異例の創作歌舞伎になりました。でもそういえば歌舞伎の歌舞伎という言葉は奇抜な格好をするという意味です。こういった形でいろんな方と共演できたこと、またいろんな方とこう縁が持てたことっていうのは必ず次につなげていけると思ってるんで、コロナがあったからとかコロナで大変だからとかいうのはもう別で、やっぱりやってよかったと思うことですね。上方歌舞伎の花形がアフターコロナに歌舞きます。